こんにちは、ゆきおです。前回はこちらのダグファイヤーを組み立てましたが、今回の動画では2番ファイヤージャンボ A、 3番ファイヤージャンボ B、 こちらの2つを組み立ててファイヤーダグオンを完成させていきます。パッケージの紹介とかはね、前回やったので今回は省きます。では開けていきましょう。2番ファイヤージャンボ A のランナー一覧です。塗装箇所は肩内側のゴールドの部分、ヘルメットの耳の白い部分、角のゴールド、塗装済み顔パーツ、そしてウイングの裏側が白で塗装されております。シールは少なめですね。はい、こんだけ。この星型のマーク以外はファイヤージャンボ時のものですね。2番の説明書、裏面です。3番の中身一覧です。塗装箇所は炎のレリーフ部分ですね。そしてここのゴールド部分、塗装箇所はそんなとこですね。そしてシールはめっちゃ少ない、2枚のみ。3番の説明書です。裏面、ここの部品めちゃくちゃ硬いわ。はい、ここですね、つなぎ目の部分、ちょっとねペンチでやらないと入らなかったですね。まあね、その代わり外れにくくなってますからね。うん、ここも硬いね。はい、ファイヤージャンボ完成です。はい、それではファイヤーストラトス、ファイヤーラダー、ファイヤーレスキュー、ファイヤージャンボ完成しましたので、ぐるりと一周見ていきましょう。はい、ぐるりと全体はこんな感じになっております。はい、こちらの頭部は交換用の見栄え重視版ですね。なので、中にも普通の頭部が入っているので、これ余剰というわけではないですね。ファイヤーブレードだけは付け替えで、こちらのものを付けなければならないので、これはちょっと余剰かな。あとは、豊富な手首パーツですね。全部で6つあります。通常の拳もファイヤーラダーとファイヤーレスキューにちゃんと収納されているので、ここも余剰ではありません。ではそれぞれのマシンを近くで見ていきましょう。まずはちっちゃいファイヤーストラトスですね。めちゃくちゃ小さいです。でも造形はもう完璧ですね。はい、テールランプもちゃんと造形されてますからね。そして裏面はシールになってますが、なんと変形しそうな感じのモールドがちゃんと彫られております。そして変形版のファイヤーストラトスと比べると大きさはこんな感じですね。はい、もう親子マシンどころか孫マシンって感じですね。次はファイヤーラダー、もうなんというかデラックス版に比べるともうチョロQみたいな、めっちゃ可愛らしい体型になってますね。はい、そしてちゃんと拳が収納されております。で、可動箇所ははしごの部分ですね。ちゃんと回転もします。そして一丁前に伸びますね。お、取れた。ちょっと外れやすいね。伸ばしすぎると外れるので注意です。
一応ここまで伸びます。見栄え重視用のファイヤーブレードを取り付けると、はい、こんな感じでだいぶ長くなりますね。先端が剣になってますけど、はい、こんな感じです。デラックス版とのサイズ比はこんな感じです。次はファイヤーレスキュー、こちらもかなりずんぐりむっくりっていうかチョロ Q っぽいですね。はい、全体はこんな感じです。デラックス版との大きさ比較はこんな感じ。最後はファイヤージャンボです。民間のジャンボジェット機と軍用の輸送機が合体したようなそんな感じのデザインですね。はい、全体はこんな感じになっております。上からと下から、説明書に特に記載はなかったんですけど、なんちゃって基地モードにはすることができますね。まずはウィングを上に上げます。そしてコンテナ部分を45度に開く。そして機首部分を90度開く。あとはデラックスとちょっと違うんですけど、つま先を横へ開いて、デラックスでは下に開いてましたね。よっと、はい、これでなんちゃって基地モードにはなりました。デラックス版ではここからスロープが伸びて、ファイアースタルトスがね発進していくシークエンスがあるんですけど、さすがにね穴が埋まってるのでそれは無理ですね。一応形自体はこんな感じで基地モードにすることができます。劇中同様、コンテナ部分にファイヤーラダーとファイヤーレスキューを収納しておくことができます。反対側にも収納。ファイヤーストラトスも合体時と同じ方法で内部に収納することはできますが、今はやらずに合体の時にやりましょう。デラックス版ファイヤージャンボとの大きさ比較はこんな感じです。さあ、それではファイヤータグオに合体させていきましょう。可変合体。まずはコンテナ部分を開いて、ファイヤーラダーとファイヤーレスキューを発進させます。お、ひっくり返りましたね。そしたらコンテナ部分は一旦戻して、ウィングを上に上げます。ここね、ロックかかってます。コンテナとウィングがくっついているので、ロックを外してウィングを上げます。そしたらコンテナを横方向に45度まで開きます。そしてエンジンの反転ですね、ここがデラックス版とちょっと違いますね。内側のエンジンを後ろ向きにして、で外側のエンジンは一旦取り外します。で内側の穴に取り付け直します。こういう感じですね。反対側も同じように取り付け直します。そしたらウイングを下ろしながら本体を持ち上げます。そのまま前方向に倒します。そして尾翼を折りたたんでいきます。はい、こういう状態ですね。左右の足を下まで伸ばして、そしてかかとを開いて、つま先も開きます。機首を左右に開きます。そして肩を前方向へ。そしたら、ランディングギアの収納と頭部の取り出しですね。胸ハッチを開いて、ファイヤーダグオン頭部を取り出して前方向に反転。そしてランディングギアはしまう。皮を閉じる。ここにもランディングギアがあるので収納します。4つのエンジンを前方向へ倒します。そして肩の内側のカバーを一旦取り外します。そして上腕を展開してもう一度カバーを閉めます。反対側も同様にカバーを取り外して上腕を展開、カバーを閉める。
そしてラダーとレスキューを合体させてから拳を展開させたいんですけど、ちょっと難しいんでね、先に拳を出します。前部分を反転させて拳を展開、さらに90度回す。これで合体完了ですね。レスキューは天面のカバーを開いて拳を反転させて出す。で90度回す、カバーを閉める。これで合体できます。そしたら腕を下ろして胸のカバーを開きます。これはね、後ろにレバーがあるんですよね。一旦ちょっと尾翼を上げて、ここにレバーがあります。レバーを起こします。そしてこのレバーを前に押し出すと胸カバーが開きます。よっ、はい、こういう状態ですね。そしてここにファイアーストラトスミニを収納します。ちょっと斜めになる感じですね。はい、このように収納したら胸カバーを閉じます。そしたらレバーを下に下ろしてロック。はい、ファイヤーダグオン完成です。ぐるっと一周見てみましょう。めっちゃかっこいいね。そして劇中のイメージまんまですね。しかも完全変形、余剰部品なしときたもんだ。はい、では近くで見ていきましょう。足の裏に思わせげな穴が開いてますね。さあこれ今後楽しみですね。そして足回り、この金の部分は塗装ですね。はい、シンプルながらね、相当いいデザインだと僕は思いますね。線はめちゃくちゃ少ないロボットなんですよね。はい、後ろから、そしてジャンボジェットの、ね、尾翼がそのまま背中についてるというのもなかなか見ないデザインですよね。ここシールですね。そして腕の模様ですね、この辺は全部シールになっております。はい、そして前だれの白ラインもシール。うん、かっこいい、ほんとかっこいいね。はい、ファイヤーダグオンの特徴的な猛禽類が飛んでるようなデザインですよね。顔、胸、そして足の爪ですね。さらに羽ばたいてる翼がね、左右に見えます。これ全体でね、鳥が飛んでるような、そういう感じのデザインになってるのがめちゃくちゃかっこいいよね。はい、そして後ろからの頭部、これ付け替え前のね、変形専用の顔なんですけども、十分かっこいい。これでいいくらいですね。僕は余剰パーツとかね、あんまり付け替えとか好きじゃないので、もうこれで十分ですよ。はい、後でね、見栄え重視パーツの顔も付けてみます。はい、では可動を見ていきましょう。頭部はボールジョイント接続ですね。自由に動きます。上方向、そして下方向、首の付け根の部分をね、変形の恩恵で多少動くので、かなり自由なポージングができそうです。肩の関節はまずは軸接続で一回転可能ですね。後ろのウィングが邪魔なので、このように避けることができます。これで一回転可能。そして肩のジャンボジェットの機首部分ですね、ここは独立してこのように動きます。さらに独立して回転軸も入っております。さらには前方向へのスイングですね。はい、これぐらいまで前に出ます。横方向へのスイングは、はい、真上まで上がりますね。めちゃくちゃ優秀。そしてロール軸、肘は二重関節ですね。ほんと可動優秀だよな。ここまで曲がりますね。拳はボールジョイント接続で自由に動く上に、変形の恩恵でね、内側へこう倒すこともできます。反対側も同じですね。ボディの可動は腰の回転軸です。背中にレバーがあるのでね、回転の角度はこんなもんですね。そしてサイドアーマーの跳ね上げ、フロントアーマーの跳ね上げ、フロントは、真正面までですね。リアは動かない。そして股関節、前方向と後ろ方向、もうちょっと曲がりますね。ちょっとこれ避けてみようか。はい、かなり優秀ですね。これぐらい曲がります。開脚も真横まで問題なしですね。そしてロール軸に膝、ここも二重関節ですね。はい、ここまで曲がります。
そして足首も柔軟、変形の恩恵でね、はい、上方向、下方向、後ろも一緒ですね。後ろもこんな感じでね、かなりダイナミックに動きます。接地角も変形の恩恵でなんぼでも曲がりますね。はい、ここまで曲がりすぎたつの。回転軸はないですね。そして見栄え重視用の頭部は横に並べるとこんな感じですね。うん、一回り大きいかなって感じですけど、そんな大差はないですよね。造形もどっちもかっこいいね。ちょっと付け替えてみましょう。はい、見栄え重視用の頭部をつけるとこんな感じになります。あ、確かにね、アニメっぽくなったね。うん、アニメの頭身はだいたいこんな感じでしたね。はい、こちらだけ大きい拳を取り付けてみました。うん、こうやって見てるときはあまり気にならなかったんですけど、うん、両方比べてみるとちょっとやっぱり手短く感じますね。なるほど。その他の交換用手首はまずは平手ですね。手刀ファイヤーホールドを発射するときのポーズ、そして表情のある開き手ですね。はい、ポーズをつけるとこんな感じです。大きさはペットボトルと比べるとこれぐらいです。 HG144 分の1ガンダムと比べるとこんな感じです。デラックスファイヤーダグオンと比べるとこんな感じです。いやー、ほんとね、予想してたよりはるかに上を行く敵でしたね。まさかここまでの完成度で仕上げてくるとは全然思ってもみなかった。もう色分けも変形もプロポーションも抜群ですね。いや、これほんと言うことなし、めちゃくちゃ買ってよかった。で、ポロリもないしね、ポロリがない代わりに各関節がね、かなり硬めに仕上がっております。なので組み立てるときはね、ちょっとはめ込みが硬すぎてね、かなり苦労すると思うんですけど、やっぱりね、その苦労の甲斐だけあって、ポロリがねないっていうのはほんとストレスフリー。まあなのでね、ちょっとジョイント硬いときはね、ラジオペンチみたいなんでね、挟んではめ込むとかね、そういう風にやった方がいいんじゃないかと思いますね。下手したらね、指が滑って深爪みたいな状態になる可能性もあります。僕もね、ちょっと硬いところで爪と指の間のね、皮が1枚剥がれかけました。危なかった。なのでね、組み立てる方はね、その辺注意してください。あとは難点といえば、ダグファイヤーの時にも言ったんですけど、やっぱりシールですね。細かいシールで彩色してくれてるのはいいんですけど、何回か変形してるとね、特にファイヤーラダー、ファイヤーレスキューのシールですね、結構ボロボロになってくると思います。ここもね、最終的にはやっぱり塗装仕上げにした方がいいかな。はい、でもね、その点を差し引いてもやっぱり素晴らしい出来ですね。いや、ミニプラってね、ほんま出るたびに進化してますよね。いや、今後ね、ダグオンシリーズどこまで続いていくか分かんないんですけど、もう期待大ですね。期待しかありません。スーパーミニプラますます好きになった。もうパワーダグオンが出るのは決まってるみたいなんでね、それ以降ですね、どこまで出してくれるかというのがちょっとわかんないんですけど、もう期待するしかないでしょう。期待して待ちましょう。はい、今回の動画はそんなところですね。これ以外にも過去のスーパーミニプラ、プラモデル、その他おもちゃ、フィギュアなどいろいろ動画上げておりますので、よかったらそちらの方も合わせてご覧ください。では次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。